1、コードインタプリタ搭載によるチャット GPT の進化。2023年の7月の初旬、チャット GPT は画期的なアップデートとなる。コードインタプリタを搭載しました。この新機能は、チャット GPT がこれまで以上に多様な問題に対応できるようにし、さらなる可能性を開拓しています。例えば、チャット GPT は、YouTube アナリティクスの CSV データを分析し、チャンネルの成長に向けた具体的な改善提案を行うことが可能になりました。また、アンケート調査の結果が詰まった Excel ファイルをアップロードすれば、その内容を精査し、新たな集計データのカラムを追加するなど、データ解析のプロセスを手助けします。さらに、チャット GPT は ZIP ファイルなどの圧縮データも自動的に回答し、その中身を把握できます。これにより、ユーザーはデータをそのまま提供するだけで、AI が必要な情報を抽出し、解析を行うことが可能となりました。画像や映像を使った応用例も存在します。例えば、指定された画像からインスピレーションを受けたポエムを生成するなど、クリエイティブなタスクにも対応しています。これらの進化により、チャット GPT はデータ解析、情報抽出、創造的な作業など、様々な領域で利用されるようになっています。2、音楽への応用と今後の展望。チャット GPT の潜在的な能力は、音楽の領域でも大いに期待されています。現状では、MIDI ファイルや WAV の音楽データをアップロードすることで、そのプロパティを分析し、音楽のパラメータを把握することができます。しかし現段階ではチャット GPT が直接扱える音声データ関連の Python ライブラリーは、WAV ライブラリーなど限定的なものです。さらに進んだ音声処理や MIDI データの解析には、NumPy や SPI、LibRosaといったライブラリーや、MIDO や PrettyMIDI といった MIDI 関連ライブラリーが必要となりますが、これらは現時点ではチャット GPT には組み込まれていません。しかしながら、チャット GPT の能力が進化し、さらに多くのライブラリーが利用可能になれば、音楽に対する応用もさらに広がるでしょう。具体的には、MIDI のトラックデータを解析し、そのコード進行やスケールからメロディーの親和性を評価したり、新たなメロディー提案を行ったりすることが期待されます。その一例として私が開発した GPT メロディープレイヤーというウェブアプリは、チャット GPT から得た音楽理論や学習データを特定のコードに基づく音楽データとして引き出すことを可能にしました。ユーザーは尊重スタイルコードを用いて音階と音符の長さを指定し、それを元に MIDI データを生成します。これは単なる自動生成 AI 音楽とは異なるアプローチであり、AI が音楽制作の一部を提供し、クリエイターと AI が共存する音楽制作シーンを目指しています。このように、チャット GPT と音楽との結びつきはまだ始まったばかりですが、その可能性は無限大です。その発展に我々は大いに期待しています。また、開発ノウハウを国内最大に集めています。